すみません。ちょっと手荷物拝見させていただいてもよろしいですか。予感的中だ。検問の手前で脇にそれると思って網を張ってた甲斐があったぜ。北方組の文句。おうよ、網走から出てきたって聞いた時は耳を疑ったが、どうやら伝説の極道ってのもあながち嘘じゃねえみたいだな。親父に会って真島の敵討ちをしようって腹なんだろうが、そうはさせねえ。北方組は東条会なんかには負けねえってことを教えてやるよ。今何時？ああ、今何時か聞いとんのや。11時半過ぎだ。そうか。ほな、のんびりしとる時間ないな。さっさと片付けて北方のとこまで行かせてもらうで。もうふざけたこと抜かしやがって。もう二度と時間なんて気にしなくていいようにしてやるよ。やるよ。
兄貴、こっちです。兄貴、大丈夫でしたか？大丈夫や。っていうか、兄貴、何ですか、その格好。これか？警官巻くための変装に決まっとるよ。逆に目立ってますよ。そうか？ほんなら着替えるから、ちょ、待っとけ。これでええやろ。服はとりあえず下を解くとする。それじゃ急ぎましょう。兄貴、俺についてきてください。やるしかないようやな。行くで、ババちゃん。Yeah!
こんな文句。